アレクサンドル・ネフスキー大修道院外観、アレクサンドル・ネフスキー大修道院は、18世紀に、ロシア、サンクト・ペテルブルク市のネフスキー地区の南端に、建設された修道院。1724年、ピョートル大帝の命により、ウラジーミルにあったアレクサンドル・ネフスキーの生袋が、この修道院に移され、聖アレクサンドル・ネフスキーは新首とサンクト・ペテルブルクの、 守護聖人となった。1797年、それまで、キエフ・ペチェールシク大修道院と、イタリ生産者製セ,セルギー大修道院にのみ、用いられてきた修道院の称号である、ラブラ・ラブルに昇格した。修道院の敷地内にある二つのバロック様式の教会は、トレジーニフ氏によって、それぞれ1717 17年から1722年、 1742年から1750年に建てられた。修道院の中心である新古典主義建築のイタリ製三者聖堂はイヴァンスタローフの設計により1778年から1790年にかけて建設された。聖袋を収めた棺はこの聖堂に安置されている。その他にも神学校棟など重要な建造物が多数存在する。 敷地内には、ラザーレフ墓地、チフビーン墓地、ニコルスコ墓地、コサック墓地と名付けられた4つの墓地があり、古今のロシア学会の偉人たちが眠っている。また、18世紀から19世紀にかけての著名な彫刻家による新古典主義彫刻の墓碑の数々でも知られている。ウラディーミル・スターソフの墓碑、ベーラ・コミサルジェフスカヤの墓碑アルヒープ・クインジの墓碑、 バシリー・アンドレイエフの母ヒョードルストラビンスキーの母比政治家軍人作曲家歌手、声楽家、音楽家作家、詩人、批評家演出家画家、英語版原文に従う。参考文献によると、1712年から1722年に最古の建造物であるブラゴベーシェンスカや教会が建設されたとある。英語版原文に従う。 参考文献によると、建設年代は1776年から1790年代と、ある。ありがとうございます。